はあ、この木は、みやび、この木はもしかして、あ、間違いない、妖魔が近くにいる。みやび、どうする？決まっている、妖魔は皆殺しだ。そのために今日まで鍛えてきたのだからな。うん、わかった。待て、まさかお前ついてくる気か？もちろん、ダメって言ってもついていくから。イム、前にも言ったはずだ、お前の軟弱な姿勢では妖魔と戦っても無駄死にするだけだと。無駄死にじゃない。何？みやびのために捨てる命なら無駄死にじゃない。勝手にしろ。妖魔の気はこの辺りから感じられるのだが。みやび、待って、忍び結界だ。何？忍び結界を認識したということは、あなたたちも忍びなのですね。お前は。私は涼気、月仙女学館の選抜メンバーです。善人か。私は蛇女子学園の選抜メンバー、みやびだ。同じく、イム。こんな時に悪人と遭遇するなんて、運命というのは恐ろしいものですね。何をブツブツ言っている。ならば、血の定めに従うまで。やるというのか。ならば受けて立とう。リョナちゃん、リョビちゃん、お姉ちゃん、絶対に生きて帰るからね。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。りょうく、聖火の宴に舞い散る。いざ火炎の魂に舞い散れ。私にはやるべきことがある。悪いが、早めに終わらせてもらうぞ。やるべきこと？それはまさか妖魔のことですか？お前も妖魔を知っているのか？ええ。ならばこんなことをしている暇はないはずだ。妖魔と戦う前に疲弊してどうする？いえ、違うのです。善人と悪人が激しく戦う、そのことに意味があるのです。覚悟はいいですか？ハッピーミサイル。危ないじゃない。行きますよ。やるな。行け。力が溢れてくるぞ。そんなに気になるの？バザーリ。危ないじゃない。危ないじゃない。やるな。いけないじゃない。やるな。力が遅れてくるぞ。やるな。打ち抜くわよ。やるな。や、終わらせる。打ち抜くわよ。やるな。危ないじゃない。忍び転身。全部向かなくてもいいでしょう。あとがない。危ないじゃない。打ち抜くわよ。邪魔する。危ないじゃない。もっと頭かと。これで現実だ。これで
私が求めているのは妖魔だというのに。任務完了だ。これでいいんです。これで。何？妖魔は忍びの血に引き寄せられて現れるのです。戦闘態勢のままでいてください。奴らが来ます。早い。嘘だろ。あの強かった月仙が一撃で。イム、逃げろ。妖魔の姿が捉えきれん。やだ、僕も戦う。みやびを一人になんてできない。いい加減にしろ。ここにいたらお前まで死ぬぞ。私のことなんか放っておけ。放っておけるわけないだろ。どうして、どうして。そんなこと言わないとわからないのか。好きだからだよ。みやびのことが好きだからだよ。決まってるだろ。だから死なせたくないんだ。分かってよ、みやび。一緒に戦わせてよ。分かってる、分かってるさ。だから私は